い、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィジです。では今回は対抗立志伝5、また新しくプレイを始めていきたいと思います。まあ、当初はですね、維新の嵐幕末志士伝を次にプレイしようと思ってたんですけども、視聴者の方からですね、悪名の札コンプリートやってみたらどうですかというですね、まあ、ご提案をいただいて確認してみたんですけども、すごく面白そうなので、今回からですねちょっと順番を急遽入れ替えさせていただいて、対抗立志伝5、悪名コンプリートを目指す、まあ、そういったテーマでプレイの方をしていきたいと思います。じゃあその悪名の札って何があるのというところなんですけども、まあ、一つ目がですね、主殺し。これは謀反を起こした後、それまで所属していた大名家を滅ぼし、大名を切腹させる。まあ、切腹させるというのがポイントになっています。二つ目、人斬り。まあ、辻斬りで三人にとどめを刺す。対抗立志伝5の場合だと、街行く人を斬り捨てることができると思うんですが、まあ、それを三人、とどめを刺すところまでやるというのが人斬りです。そして3つ目、感心。これはですね、陪審時に謀反を2度起こさせ成功させる。なので、まあ、どっかの大名家に仕えて、まあ、その中で謀反を2度成功させる。なので、1度目、どっかで成功させた後、違う主家に仕えてもう1回同じことをやるということですね。そして4つ目、共有。謀反を起こして主君を滅ぼす。これは、ちょうど前回、光秀プレイでやった時にもね、信玄を滅ぼして、この共有手に入れたと思うんですけども、それと同じことですね。主殺しと共有はセットで行って、主君を滅ぼした時にそのまま切腹させるというところまで持っていけば2枚取りができるかなと思います。そして最後、表裏卑怯。これはですね、上司は国主になっている時に5回他の大名に願い、まあ、願い入りコマンドを使って5回成功させるということで、この中では表裏卑怯が一番難しいようなんですけども、なんとかね、この5枚のコンプリートを行っていきたいと思います。では始めていきましょう。で、今回プレイするですね、武将なんですけども、まあ、せっかく今大河ドラマ麒麟が来る放送中、まあ、今はね、放送は一時的に休止中ですけども、まあ、その中に出てくるキャラクターの中から選ぼうかなと思ってまして、ズバリですね、今回は細川藤高、彼を選んでいこうと思います。まあ、藤高はですね、この後能力見てもらいますけども、まあ、全般的にすごく高いですね。ただその中においてもですね、武力が少し低い、まあ、平均からすると高いんですけど、他の能力に比べてはやや低いっていう状態なので、まあ、武力をいかにね、上げていくかというのが一つポイントに、なってこようかというふうに思います。細川藤高まで行きましょう。ここですね。16歳。そして、能力はご覧のような能力ですね。統率が80、武力が60、政務91、知望88、魅力89。なので武力をね、急いで上げていこうかなというふうに思います。藤高は強要人だったという説が強くて、利休の皇帝でもあった。まあ、利休というのは千利休ですね。なので茶の湯にも通じた、まあ、文武両道に長けた武将だと。まあ、ただこの細川藤高が今回悪の道に染まっていくというね、内容になっていこうかというふうに思います。では始めていきましょう。はい、ではゲームの方始めていきます。一口にですね、悪名の札5枚全部集めると言ってみたものの、まあ、いきなり全部に挑戦するのは難しいので、下準備から今回始めていきましょう。まず寝返り、あるいは謀反を成功させる。これに重要になってくるのが、まず相手の武将の懐に入り込む人懐っこさ、まあ、そういったものと、あとは武力ですよね。なのでこれらを今回高めていこうと思います。まずは最初に茶の湯を極めて、まあ、敵あるいは味方含めた全武将との友好度を上げる
その容易さを獲得すると同時に、あと軒猿の里に行くとですね、暗示っていう札が手に入って、その暗示の札は謀反を起こさせやすくするっていうね、そういう効果があるみたいなので、今回はね、軒猿の里で修行、あとは茶の湯の修行、あとは戦闘で勝てるように、風林火山の札、まあ、このあたりをね中心にいいプレイのをしていきたいと思います。ではまず表情まで30日ありますので、早速なんですが、まずは利休の元でも行きましょうか。おそらくね、堺とかにいるんじゃないかなと思います。あとは節斎だね、節斎のところに行って、お、早速利休だな。まあ今お話した通り、利休と藤高は懇意だったそうなのでね、お初にお目にかかる。まだここでは最初なんですね。さてどうしようかな。茶道指示、金はないけど、まずは茶器が必要か。そうか、茶器を買ってこなきゃいけないんだな。茶器を買う金もないからな、そうは言っても。じゃあ金稼ぎからだね、いつもの通りになっちゃいますけど。あとは道場通いをして、ま、対人戦を強くする、ま、そのあたりですかね。30日間あるんでしょう。とはいえ30日間しかないので、30日かかる修行をすると厳しいよね。ではこのままちょっとブラブラしますか、30日間。はい、軒猿の里にせっかくなので来てみました。早速忍び屋敷覗いて顔見せしておきましょう。うわ、ご多忙の折か、しょうがないね。ここはまずはね、藤高というその人の名を高めていかないと会ってもらえないかもしれませんね。修行場も覗いていきます。10日必要で2巻やっちゃうか、せっかくなんで。これをね重ねていって、どんどこどんどこやりましょう。もう1回やる。忍術の技能が1、忍び足、これでね、見張りがいるところも忍び込めるようになりましたね。さて表情まで5日4日となりましたので、戻りましょう。でまずは金を稼いで茶器を買わないと話にならない、まあ、そういうことが分かりましたので、まあ、いつものように京都と大湊を往復しましょう。では自宅で少し休んで、その後に表情に参加します。が休養する余裕もなしかな。城に入ります。では早速ですね、今回の方針に一応意見だけしましょう。で軍港を貯められれば一番いいですからね。よし、早速50手に入った。で私は軍資金調達、これに限る。やらせてもらおう。では早速金が手に入ったんですけど、この金を使ったら話にならないんで、まず京の町に行って金を増やしていきます。いやー、座でね京都と大湊を往復してるんですけど、序盤なので早速こやつらの相手をせねばならん。まあただこれも人斬りを行う上では必要になってきますからね。序盤ということもあり、しっかりここは対応していきましょう。ぶった切る。残られるのか、やるな。一人切り捨てたけど、こっちも食らうよね。結構食らうな。ここも序盤で金を失うわけにいかないからね。何かわされた。藤高の一撃をかわすか。一人二人と確実に切って捨てていきましょう。これ敵の挑発にね引っかかるようじゃまだまだだよな。
ぶった切る。ぐはっ、やられた。これだよな、金が全くなくなってしまった。なんかこれ光秀プレイでも同じことやったな。ではちょっとタイムリープして戻ってきます。では用心棒を雇ってなんとか金を稼いできましたので4000元納めちゃいましょう。忘れないうちに。これ忘れてるとひどい目に遭いますからね。で残りの金を使ってまずは茶器だな。茶器あと武器も欲しいし、いやー最初はやることたまらないですね。三河で物騒の事件、広忠様が家臣に暗殺された、まあ、これは麒麟が来るの中でも信長がね信秀の意に反して殺してましたよね、まあ、ここは何としても信長が生き残るパターンもちょっと見てみたいんですけど、まあ、残念ながらこの流亡の章で始めると信長はあっさり吉本に飲み込まれるパターンが多いので、もしかしたら今回もね信長は日の目を見ることなく終わってしまうかもしれないですね。では早速ですね、商人宅に行って茶器を買いましょう。物品購入、茶器、茶釜だな。まあ1個あればいいでしょう。であと武器も欲しいんですけど、武器買う金もないからこれというものがなければ我慢して金稼ぎに走りましょう。用心棒雇ってる今のうちに金を稼ぎます。では堺にやってきましたので利休のところに行って、まずは茶の湯の指示を受けます。無の心、外交交渉を行う際の成功率が大幅に上昇。ありがたい。ではこれで一旦座を除いて、さらに金を稼いでいきたいと思います。で金を稼いで戻ってきました。3000がありますね今。なので物品購入、茶入れか、まあ、買っとくかな。本当は欲しいの刀剣きた。古流影光刀剣プラス5、これを買おう。1050問交渉させてほしい。まあ今は用心棒がいるとはいえ用心棒も決して強くはないので、これで装備をね整えましょう。本当は防御力とも高めていきたいところなんですが、装備していく。具足もいいものをちょっと探したいので、今納屋の方行ったので今度天王寺屋さんの方に覗いてみましょう。物品購入、茶入ればっかだな。今欲しいのは具足なので、まあ、とりあえず茶釜、ランクが高いものを一つ買っておく。で新しいものが出てくればそれをと思ったんですが出てこないね。しょうがない。ではまた金稼ぎに行ってきます。で今海賊と戦闘中なんですけど、藤高剣術の達人でもあったという話ご存知の方も多いと思うんですけど、すでにね秘技をかなり覚えてます。まあ今はちょうど怒り浸透中なのでぶった切りまくってますけど、この後ちょっとねお見せできれば秘技一覧もお見せしたい。本当にもうこんなに覚えてるのっていうぐらいねしっかり覚えてますね。まあ、ここでぶった切って終わっちゃうかな。残ってくれた。ではちょっとお見せしましょう。せっかくなので秘技、ご覧のようにですね神妙剣もそうですけど連続斬り始めもう大抵のものを持ってます。ただ止血を持っていないので止血をちょっと手に入れて回復できるようにだけ先にしておきたいと思います。なので道場にもねしっかり通います。くらえっていう感じですね。
用心棒もいるし、多勢に無勢ということにならなければこの能力があればやっていけそうですね。では軒猿のところに来たので、ここで修行します。区内の秘技すべての忍びの里で教えてもらえる、さて表情まであと10日か。そしたらせっかく来たので直江津の町に行って物を売って帰っていきましょう。はい、出雲の国との出会いのイベントがありましたね。これだけちょっと確認しておきましょう。で今藤高7400巻までお金貯めました。なのでひたすら修行しているところなんですけども、まあ、ちょっとね、修行はこのまま続けていきたいと思ってるんですけども、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。悪名プレイですね。頑張っていきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。